BLCD コレクション絵には原作エポ漫画5人の王1後編。5人の王が治める国シェブロン、星見という力を持つ妹の代わりに青の王アジュールに召し上げられた聖司。辛い宮殿生活の中で芽生えた赤の王への淡い恋心をも無残に踏みにじられ、苦しみの中声を失い秘めた神の血に目覚める。さらに思わぬ形で妹と再会することになるのだが、それはまた彼にとって新たな試練の始まりだった。ファン待望 BL 長編ファンタジーの CD 第2弾が発売決定。まったく、あいつは変わってる。まだガキのくせに成功だの抱かれるだの口にしたかと思うと、驚くほど純粋でお人よしだ。自分に災いをもたらす輩まで助けようとするんだから呆れる。まったくだ。あれではシャア青の王も手を焼かれるわけだ。ん？青い服で剣を身につけているってことは、あんたは青の兵か？そんなところだ。俺はウィロ、緑の宮殿の建築士だ。よろしくな。なんだ、あんた愛想悪いな。いいか、あんたたち青の兵一人一人の評判が青の宮殿の近衛隊長シアンの評判につながるんだ。気をつけろよな。あの方は俺の憧れなんだ。こいつ私をおちょくってるのか。あ、なんか原稿が降ってきた。ああ。告知をさっさと終わらせろだと。この偉そうな物言い、青の王だな。シャアの命とあらばそれに従うまで。はいはい。じゃあまずは前編に引き続き、この壮大な物語を紡ぐ役者陣を紹介しようぜ。過酷な運命に翻弄されながらも優しい心を失わず、常に誰かのために一生懸命な少年聖司を村瀬歩み。王としての資質は抜群だが、傲慢で冷酷な青の王アジュールを新垣タルスケ。傲慢で冷酷、シャアにそのようなことを言って無事でいられると思う？はいはいはい。ま、あんた青の兵みたいだからあいつの悪口は言えないよな。シャアをあいつだと。あ、そんなことぐらいで剣を抜くなって。たく気が短いな。オタクの隊長見習えよ。私の隊長？青の宮殿の近衛隊長といえば、青の学士として名を馳せたシアンだろ。冷静沈着、軍師としての活躍はもう思い出すだけで鳥肌が立つぜ。さっきもそんなことを言っていたが、貴様そのシアンと会ったことは？それはまだないけど、会わなくても俺には分かるんだよ。すげえ人格者に違いない。ボンクラめ、私がそのシアンだ。で、そのシアン様を興津和幸、楽しみだよな。ボンクラではなく、この歯に衣着せぬ男ウィローをタマル敦、これで建築士としての腕は一流だというのだから、人は分からぬものだ。他にも赤の王ギュールゾー、西山幸太郎、他豪華声優陣。発売は2017年1月27日。全国のアニメイト並びに書店 CD ショップにて。価格は税抜き3000円。それじゃ締めますか。一歩先のエンターテインメントムービンオン。でさ、あんた誰？